はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日もね、昨日に引き続いていい天気です。で、午前中ね、桜ちょっと見に行ったんですが、まだね、昨日よりもかなりつぼみ大きくなりましたけど、もうちょっと先ということで、今日の午後ね、また一回行ってみたいと思います。で、ここはですね、塩菜と大根を巻く場所です。で、これからね、巻きますので、一回ね、オートカルチを入れてちょっと土を耕したいと思います。はい、じゃあこれからスタートです。同じ作業なんでね、一回止めます。はい、畑がね、畑を耕しましたので、種の準備をします。で、今日巻くのはこの塩菜と、青首大根ですね、俗に言うね、強力青首夏大根、総太り型って書いてあります。で、種まきから60日くらいで収穫できるそうです。巻き時は5月から8、9月、9月って書いてありますね。今巻いちゃっていいのか、ちょっと早いんじゃねえかでもね、まあ株が芽出ましたからね、はい、ということで、と青首大根と塩菜は、これも同じだね、書いてあるのはね、5月から8月って書いてあります。はい、ということでね。で、この裏側にね、なんかいろいろ書いてあります。はい、こちらも裏側にいろいろ書いてありますということで、これから巻いていきます。で、まず最初に大根ですね。はい、で、最近、この年になってね、勉強したんですけど、ここにね、ハサミを入れる、カットする切り口があるんですよね。だから、メーカーさんの方はこっちから切ってくださいっていうふうに、まあ、ここにね、カットして切り口がついてるんじゃないかなと思います。もう全然ね、今までは気にしないでね、上の方をカットしちゃったんですが、
これからね、下をちょっとカットしたいと思います。じゃあ、大根ですね、まずね、大根を巻きます。でも知らなかった この年になるまでカットする方法があるっていうのはね。よいしょ、どっこしょ。で、どういう、青ですね、コートしてあります。青いコート種子です。あんまり入ってないなぁ。あらら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 。あんまり入ってないですね。150本。150粒ぐらい入ってるそうです。5.5 ミリリッター。5.5 ミリリッターで、150本くらい。入ってるそうです。これどこで作ったんだろう、生産国は。意外にね、国内ってことはほとんどないんだよね。どっか外国で作って、外国で作って日本に輸入してると思うんだけどね。酒田の種だから。あれ、ここら辺にね書いてあるんですけどね、生産国は書いてないな、ここにはな。生産国は書いてないです。ということは国産なんですかね。よくわかりませんが、じゃあ、この青首大根を今から巻いていきたいと思います。はい、じゃあ先ほど耕した畑です。で、今ね筋が入ってるんですが、株、畝間が1メーター、株間を30センチで、1株2粒ずつ巻いていきたいと思います。結構ね、これコーティングしてあるんで、掴みやすいんで、2粒です。じゃあ一番スタートにこれ2粒巻きます。はい、で、足1個分、まあ約30センチですね。で、2株、じゃね、2粒巻いてあるんで、で、まあ、どっちか1個はね、出るでしょうからね。足1個分、まあ、25から30センチですね。こんな感じでね。でもやっぱりこれコーティングしてあると楽ですよね。あの種自体が大きくなるんで。で、特に野菜の種はね、小さいんでね。あ、30入っちゃった。きっちりね。きっちりここは2粒ずつにしましょう。いつもの竹市農場でしたらね、いや、いっちゃえなんてね、やっちゃうんですけど、今回は、きっちりと2粒ずつ巻いていきます。で、今の時期ですとね、まだ出ないと思うんだけど、ヨトウムシがね出ますので、ちょっと芽が出たらね一回殺虫剤をかけたいと思います。まだねそんなには大発生はしないと思うんですけど、ヨトウムシやられると本当にね一晩でね、8割ぐらい食べられちゃいますんでね。これはちょっとショックでかいんでね。苗が小さいうちはね、本葉が何枚か出てくるまでは、ちょっとね、こまめに殺虫剤を撒きたいと思います。まあ、ブロッコリーとかね、レタスのように、葉っぱはね、そんなに食べられないんで、苗がね、小さいうちに茎を食べられるのがね、結構きついんで、茎、食べられちゃいますと、枯れちゃいますんでね。そこはちょっと面倒見てやらないと、厳しいのかなと。よいしょ。あ、でもこの種は本当にね、巻きやすいです。よいしょ。
2列ぐらいいっちゃいそうだな、このままな。よいしょ。最近はね、コートしてあるやつとしてないやつがあるんで、封を切ってみないとわからない？そういうちょっと辛さがあるよね。で、竹志農場はね、どこそこのメーカーのなんていう品種っていうのをね、別に決めてないんで、まあ行き当たりばったり、たまたま買いに行って、あったら買ってくるみたいなね、感じでやってますんでね。毎回毎回同じ種を買ってくるっていうことがないんで、ちょっとその辺がね、まあ、しんどいっちゃしんどいんですけどね。よいしょ。今日もね、ほんといい天気で。やっぱり種まきはいい天気がいいよね。ただ植え物、ほら、苗を植えるときは、あまり快晴じゃない方がね、いいですけどね。葉っぱしおれちゃうんでね。はい、1列終わりました。じゃあ、次の列に入ります。これでも足んないぞ、きっと。結構負けますね。筋巻きじゃないんでね。よいしょと。結構負けそうですね。ちょっと今これ2列畝を作ったんですが、ちょっと足らないかなっていう感じですね。まあ足らなかったらまだ足せばいいんでね。別に無理やり巻く必要ないんで。で、30センチって、大根で株間30センチってのは開けすぎだよね。この半分ぐらいでもいけそうな気するんだけどね。ただ、ブロッコリーとか、キャベツは結構ね、下の方の葉っぱが広がりますんで、ブロッコリー、キャベツ、あと、カリフラワー、その辺はね、まあ、50センチぐらい開けてもいいのかなっていう感じするんだけどね。竹志農場的には。ただ、プロの農家がね、出荷するために、出荷用に巻くときはね、ある程度細かく植えないと、単位収量が上がらないんでね。まあ、細かく植えてるんだろうと思うんですけど、まあ、単収をね、求めない、まあ、家庭菜園とかね、まあ、少量生産、産直とか、道の駅とかそういうところに出す少量生産なんかだったら、やっぱり葉っぱ、重ならないくらいの株間のがいいものはできますよね。まあ、あとはその、やる人のね、考え方なんでね。まあ、なんとも言えないんですけど。よっこいしょ。いや、ちょっと腰がきつい。年ですね。このポジションはきついよね。よいしょ。で、今日は暖かいんで、ちょっと汗ばんできました。結構あるね。よっこいしょ。今日もまたね、土をかけると、腹道のためのほうきをね、持ってくるの忘れちゃいました。まあ、畑は十分にあるんでね。まあ、ケチらないで、まあ、広い面積でのびのびと育てましょう。まあ、大根なんかね、誰作っても同じですからね。大体出来上がりは、そんなに変わんないと思うんで、ある程度、株間、畝間開けてやれば、肥料強くなくても大丈夫なんでね。おい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 、ちょっと猫がまた。まあ、うちなんかほとんど、鶏糞くらいしか入れてないですからね。それでも十分に育つんで、まあ、その自然の
生産能力ってのは結構高いのかなと思うんですけどね。あと一株植えちゃうか。ここまでいっちゃうか。よっこいしょ。まだありますね。この隣行きましょう。このネギの残り、なんかね、猫がね、ちょっと不穏な動きしてんだよね。あの辺、ほじくり出すんじゃねえかな。ちょっと、うちの猫の雄一くんが、不穏な動きをしてます。なんか見つけたんでしょうかね、動くものをね。最近はうちの、猫の餌を横取りに野鳥が来て、その野鳥を狙って猫が食べてるという 自分の餌で野鳥を釣ってるという。うちの猫も頭いいよね 飼い主はバカだけど うちの猫の方が頭いいな ということで、よいしょ。どうしようか。そうすると、あとここだな。ここをやりたいと思います。やり方は同じなんで、一回止めます。よいしょ。